区分 u は、Ubuntu のデスクトップ環境を KDE に置き換えた Linux Distribution の一つである。区分 u は、Ubuntu と同じ Kubuntu コミュニティにより開発されている。日本語を含む多言語に対応している。区分 u という名称は、派生元の Linux Distribution である Ubuntu と KDE デスクトップ環境の系を組み合わせたものであり、ベンバ語では他者への思いやりを持つを意味する。 偶然にも、区分 u という単語は、ルンディ語においては、無料という意味もある。二つのディストリビューションの主な共通点と相違点は、次の通り。デスクトップ版、バージョン8.04までは、Ubuntu と同じように、日本における、Ubuntu のローカルコミュニティチーム Ubuntu j a ジャパニーズチームにより、日本語サポートを強化した日本語ローカライズ版の、区分 u が作成されていた。 区分八8.04以前は KDE3 を搭載していた。区分八 8.04KDE4.0 リミックスよび区分八8.10以降は KDE4 を搭載している。2012年2月7日、カノニカルは区分ツの金銭的サポートを終了し、完全にコミュニティベースの開発になった。その後、ブルーシステムズが区分ツプロジェクトの新たなスポンサーについた。 ありがとうございます。